石川県政記念市の記芸品館は石川県金沢市大阪の旧石川県庁舎跡地に新たに開業した多目的施設。ここでは旧石川県庁と同型の C の木についても記載する。旧石川県庁として1924年6月8日に竣工。石川県内の建築物としては初めて鉄筋コンクリート構造を採用したもので。 日本国内では最古となる鉄筋コンクリート構造の県庁舎である。国会議事堂などの設計を手掛けた八橋県吉の設計によって建設された。外観は左右対称で上空から見ると日の字を横にした構造となっている。石川県庁が金沢市倉月に移転するまでは長らく広坂地区のランドマークとして位置づけられていた。外観には 竹と予算のスクラッチタイルを使用したり、建設当時としては、最新設備であった、推薦式便所や電気ストーブを採用するなど、近代的な技術も取り入れている。2003年1月に、石川県庁舎の金沢市倉月への移転に伴い、跡地利用が浮上し、旧庁舎を活用。金沢城公園側はガラス張り構造とし、金沢市役所側の正面は庁舎をそのまま保存する。 形で開業した。また、現在の施設には、免震構造を採用しており、2011年度には、グッドデザイン賞を受賞している。2021年、文化審議会は、石川県政記念市の記芸品館を、登録有形文化財に登録する、洋文部科学大臣に投信した。今後、官報告示によって登録される予定となっている。 石川県政記念市の記元品館と、動画楽しいの既成式名称決定までは、旧石川県庁跡地構想だった。正式名称は1200件の応募の中で、C の記元品館が選ばれた。ここでは、旧石川県庁時代からのものも記載する。旧石川県庁再整備も含まれた、工事の概要を表示する。2010年共用2015年。 共用石川県政記念椎の木芸品館、関連同系の椎の木関連。ありがとうございます。